どうも皆さんこんにちは、ポジャと申します。ワールドボーシップスランダム実況解説プレイやっていきます。本日乗っていく船はティア7、ドイツ巡洋艦のヨルク。マップは2人の兄弟通常戦空母アリンの、トップ戦場ですね。はい、ドイツ巡洋艦シリーズでティア7まで来ましたが、皆さんはどうでしょうか。ティア7のヨルクなんですけど、この船だけちょっとだけね、黄色が違います。というのも、方向形がね、大きいんですよ。この子だけ。なんだったら、ティア10のヒンデンよりも方向形が大きいんですよね。ということで、AP 弾が結構強力です。で、射程も長めであるんだけど、やっぱりね、スピードがね、遅いです。もうこれもドイツ巡洋艦らしいんですけどね。足がすごく遅い。機動性がそんなに高くない。ということで、いうことと、あともう一個。ちょっとね、HP が少ないんですよ。今、艦長スキルでちょっと底上げをしてるんですけど、3万ちょいしかないんですよね。なので、足が遅いことと、HP がそもそも少ないという、この2つによってですね、割と、打たれ負けします。砲自体は強いんだけど、打たれ負けすることが多いです。なので、どっちかっていうとね、日陣のような戦い方が求められますかね。こう隠蔽を生かして近づいて AP 打って逃げるみたいな立ち回りの方が、まあ、強みを発揮してくれることは多いかなと思います。もちろん射程も長めなんでね、後ろからペチペチって打っててもいいんですけど、うまく使えると強いんだけど、立ち回りとしてはなんか今までのドイツ巡洋艦って僕お伝えしてたのが、そのヘイトを取らずに遠方からペチペチみたいな形だったと思うんですけど、まあそういう戦い方もまあ別にできることはできるんだけど、それよりもせっかく AP が強力なのでね、ぜひ AP の使い勝手の良さというか、パワーの良さに酔いしれてほしいなと思います。立ち回りは、でも基本的にはその序盤はあんまり頑張らずに、戦艦砲を食らわないような位置取りを心がけて、まあ、途中からね、敵の横を取って AP 刺していくっていう動きができるといいなという感じです。やっぱ HP が少ないのでね、その HP の少なさをちょっと補って戦えるようにできたらなという感じでございます。でドイツ巡洋艦ね、ティア10の長艦艇のクラウゼビッツ以外はね、これ爆雷が透過式なんですよね。なのでね、ソナーがあるんだけど、潜水艦については駆逐艦と同様、直上まで行かないと攻撃ができないので、ちょっと苦しめられることが多いかもしれないんですけれども、試合終盤になれば、まあ、ソナーの優位性が出てくるんで。で、ドイツ巡洋艦は、その AP 弾の貫通力はそんなに高くないんだけど、ダメージが高いっていう特性があるので、お、いいっすね、入りましたね。入るとめちゃくちゃ痛いです、ダメージ。そしてバイタルに入らなくても上部構造物などこうダメージが通る場所にうまく攻撃ができると結構いい貫通弾出てくれるんで、しっかり AP 弾この辺からはね、 AP 弾も使ってダメージが出せるといいですね。そして他の船にはなるべく撃たれないように、大丈夫、ナイス。ほら6000とか入ってるでしょ。いてーこんな感じで貫通弾もらうと一気に HP がなくなっていっちゃうんで、もうちょっと下がりましょうか。でサップ弾に対してはまた手がいいですね。少しでも角度をつけないように。で戦艦の AP 等についてはちょっとだけ角度をつけて引き打ちで撃たれたら縦にするっていう形に戻、舵を戻す感じに受けると横軸がずれて当たりにくくなるので、でちょっと上部構造物とかピンポイントで狙えないなって時は HE で OK です。
なんか今までのそのブジョンヌイとかと違って若干動きがもっさりしてるなっていうのが感じていただければと思います。ブジョンヌイとか、ケニスベルクとかはなんか軽巡っていう多分部類なんですよね。あの結構機動性が良好な代わりに装甲がペラペラで薄いみたいな。でこのヨルクはどっちかっていうと装甲が、重くなって、まあ、重くなりますね。代わりに装甲がついて重くなる感じですよね。ただまだ HP がそれについてきてないって感じなのでちょっとね難しいですね。 HP をうまく保ちながらこう戦っていくっていう、まあ、その代わり攻撃の火力も上がってきてるので、まあうまくヘイトを分散して味方にヘイトを変わってもらいながらうまく火力が出せるといいですね。HE の優遇もあるので、まあ、大体どこに当ててもあの HE であればダメージは入ります。対水雷防御はダメですね。ちょっと AP 打ってみましょうか。横向いてるかなーって船がいたら積極的に AP 狙ってあげていいです。今 HE で1900ほどでしたよねダメージ。さあ今度は AP 打ってどうなるか。ちょっと縦向かれたからあんまり入らないかな。まあでもそれでも2000ちょい入りますか。でちょっとミニマップとか確認して横を狙えるかなどうかなっていうのを適宜見てあげるといいですね。ザラはちょっと狙わなさそうですし、縦向いてるコロラドぐらいしか打てなさそうなんで H 打ちます。今狙われてないんで止まってますけど、狙われてたら速度出してくださいね。避けれなくなっちゃうから。敵の接近警報がついたから誰かから撃たれたんだけど、誰だろう。気のせいか。一応ドイツ巡艦ね、対空射程は短めなんだけど、対空自体は結構ある方です。サイクロン襲来、ドイツ巡洋艦にとってサイクロンかなりいいですね。悪くはないです。あーでも軽巡にとっては良くないんだけどね。余力以降にとってはね、まあ悪くないです。接近戦も結構強めなんでね、魚雷もありますし。さあいい感じにヘルスより作れて、まあ、場面的には悪くないのでプッシュしてもいいですが、これ敵のプッシュの方が速そうですね。通常戦の時にプッシュするかどうかについてはスピードが大事で、自分たちの攻めスピードの方が速いのか、それとも相手の攻めスピードの方が速いのかっていうのが大事になってきます。このまま進行した時に敵陣地に自分たちが入るのが速いか、味方陣地に敵が入るのが速いかですね。で今回まだ敵が全然やれてないんですよね。なんであいつらを倒してからプッシュになるんで結構まだ時間がかかると思うんですよね。で一方こっち側サイド味方結構もう数少ない状態で、まあストレートにこうプッシュしていける形になってるので、多分敵のプッシュの方が早いですこれは。なので防衛をします。ただ防衛しててももったいないんで、一旦あのコロラドを撃ちます。ターのコロラドを打ってから防衛に向かう感じで、やっぱただ浮いてるだけの時間はもったいないですからね。少しでも何か貢献をしたいので、ここで撃てる敵撃ってで防衛に戻ります。ところでアップデートによってなんかだいぶ綺麗になりましたね。そしてグラフィックが低の人や最低の人でもこうぬるぬる動くようになったり、パフォーマンス上がったり、そもそもグラフィック低の人もグラフィックが向上されたりと、まあ、かなり
いいですよね。やっぱこのゲーム綺麗だから、綺麗さを味わってほしいんだけど、ね、やっぱ綺麗にやろうとするとどうしてもパソコンスペックが必要で、すごく高くなりますよね。でも2021年時点のパフォーマンス高設定が、現バージョンの低画質でも再現されているということで、かなりゲーム全体的に見ると、かなりね、画質が良くなってきているので、今後もちょっと、グラフィック班頑張っていただきたいなと思いつつ、みんなでボス楽しんでいきましょう。やっぱ遊んでくれてる皆さんがいないと、ゲーム会社は運営できないですしね。まずめちゃくちゃ課金しようっていうわけじゃないですけど、まあ適宜ね、課金できる範囲で課金して、その、ウォーゲーミングにもっといいゲームを作っていただきましょう。僕も、まあできる範囲で課金をしてます。無課金勢ではないのでね、そんなにたくさんは課金してないけど。さあ、この距離での戦艦の打ち合いはあんまり得意じゃないけど。撃たれたら舵を戻して縦に向けると。でうまく火災つけて、後方に魚雷確認。魚雷をまず避けましょう。機動性は悪くないですね。引き打ちになってんで魚雷が届きますね。これで敵が横を向けたら戦場に火災を確認。AP を。ナイス。さあもう一回反転して陣地防衛していきます。対応完了しました。戦闘機発艦。潜水艦には見つかってるアラートが出てないんで、潜水艦は多分潜ってる気がしますね。まあ、4キロ以内に言えば見えるんですけど、ソナーがあるんでね。そして、潜水艦相手は、ソナーで見つけてあげて、戦艦の空襲ばかりで倒すっていうのが一番やりやすいんで、まあ、見つける手段があることは大事ですねっていうことと、あともう一個やっぱ敵のスピードの方が速かったですよね。味方はまだここですけど、敵はこっちも陣地来てるんで、やっぱこれは防衛に戻って正解だったかなっていう気がします。いやー、なんかと近いですね。これうまく魚雷をぶち当てないとまずいかな。さすがにね、硬いといえどね、戦艦砲は非常に痛いんですよ。ただこっちに主砲向いてないんで、撃っていきましょう。右舷に魚雷確認。右舷から魚雷接近。抜けろ。抜けないか。いや、いいダメージあるでしょ、これ。OK。AP 撃ったり出てるんで、艦縦に向けて。敵戦艦の撃沈を確認。あ、これ、ワイマル倒しに行った方がよかったかな。ちょっとひよっちゃったな。魚雷確認。前方に魚雷確認。左舷から魚雷接近。見て、頑張ってくれ。あとはナイス。倒しに行った方がよかったね。まあまあ、でもこっちに行ったことで潜水艦見つかって、ワイマール倒せるかな。ちょっと魚雷あるんで怖いんですけど、まあでもうまくダメージは出して
うまく防衛はできましたかね。もうちょっと最後の方はうまくできたらいいけど、もう接近戦はね、割と慣れなくてもしょうがない。難しいんで。まあ、こうやって慣れていきましょう。少しずつミスをしながら。でもチームの形としては悪くなかったですね。そしてやっぱり守りに戻ってよかったですね。やっぱ通常戦の場合は攻めのスピードっていうのを意識してもらって、味方の攻めの方が速いのか、それとも敵の攻めの方が速いのか、敵の攻めの方が速い場合は戻った方がいいです。ただ制圧戦の場合はちょっと違って、制圧戦の場合は自分の目の前の敵を早く倒した方がいいです。なので通常戦の時には、攻めのスピードを意識して戻る可能性があります。制圧戦の時、キャップエリアを保持する形の時ですね、時はもういち早く味方が負けてたらいち早くプッシュをした方がいいですっていう形で戦況を判断していただければと思います。以上ヨルクでしたが、いかがだったでしょうか。ヨルクとしてはやっぱ足が遅くて HP がちょっと少ない、代わりに砲撃火力が優秀というのと、魚雷発射管も 3×2 機が両舷にあってかなり接近性も強めな方ですので、最初に HP を失いすぎないように立ち回りつつ、戦っていただければと思います。はい、干潮スキルはこんな感じでやっておりました。干潮スキル余裕があったら隠蔽取りに行って、アドレナリン取りに行って、まあ余力用だったら重鉄鋼弾とかもありですね。最終的にはこれもちょっと以前お見せしたかもしれないですけど、最終的には貧年のこういう形になれたらという形なので、若干余力は干潮スキルが違いますね。ちょっと艦長をリセットするのもったいないよって方は、1、2、3と、ブジョンの糸で取ってきてると思うので、ブジョンの糸だったっけ？はい。別に、このスキルでも OK です。そんなに問題はないです。ということで、この調子で、ヒンデンブルク目指していきましょう。ニュルンベルクでしたね。はい。ニュルンベルクとかの、艦長スキルでも構いません。このような調子で、ヒッパー、ローン、ヒンデンと目指していきましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。